相当おすすめ。かつお節、湯を沸かし、たっぷり入れて10分煮出す。鶏もも肉、今回骨付き。肉も魚も骨に近い部分の肉がうまい。一口大に。このまま粗熱を取る。こす。骨と肉。だしを注いで火にかける。10分煮込む。豆腐。一口大に。春菊をざく切り。骨は取り出す。豆腐を入れもう10分煮る。食材はすべて多めに用意しておきたい。レモンとみかん。酒、みかん、レモン、酢、醤油で調合、春菊、いただきます。鶏の旨味が豆腐にしみしみ。